これちょっとね事故りそうな気がするので半分ぐらいしまっちゃおう。よし、まずはそうだな、3体、いや2体でいいかな。まずは2体育てるところからやろうかな。種の、5体ちょっとねしまって2体、まずはね、まずは2体から育てていこうかな。うん、事故って全滅させる恐れをちょっと感じたので減らしました。ちょっとずつ育てていこう。もうね無理しちゃいけないよ、無理しちゃ。ギノニクスに無限に卵を産みまくってもらって、でもってそれをキブルの材料にしていきたいんです。あ、忘れてた、メイウィング仕上がるまでこれじゃちょっとあれだ、産ませちゃったけど封印だ。メイウィングが空いてなかった、肉食と一緒に育てられないんだった。皆さんこんにちは、桜餅カンタです。最近忙しくてねあんまりできてなかったんですけど、まあ、忙しい中でもできるブリーディング子供の育成なんかをね、まあ、メイウィングたちがいるんでできるんで、その辺をやっていました。あとはねちょくちょくテームなんかもやってて、今の状況をまず伝えていきたい、まあ、前回までのあらすじっていうのも含めてね、まあ、結構頑張ってテリジノなんかもねテームしたんですよ。それでもなかなか40ポイント台とか出なかったんだけど、テリジノもテームしたし、ウルフとか、まあ、メイウィングも揃って、イノニクスなんかも揃って、まあ、あいつらはキブルの卵要員なんですけどね、今のところもっと強いのも揃えていきたいところで、目下最大の目標はこの餌箱をテック餌箱に変える、つまりメガピテクスベータ、ゴリラのボスね、あいつのベータを攻略することで、そのためのね供物なんかも集めていたわけなんですが、まあ、テリジノの爪なんかもめちゃめちゃ集まったよね、テームもやってるから。でまあボス用のやつはこっちに分けて入れてるんだけど、あと足りないのがメガロドンの供物と、あとアーティファクトと中ボスの素材だよね。中ボスなんてまだどこに行きゃいいのかさえも分かってないんだけど、まあ何にしてもそのゴリラベータを攻略するための準備なんかも整え始めていたわけです。このさテリジノなんかもその選択肢の一つだったんだよね。でステゴサウルスなんかも育て始めたりして、で目下最大戦力となるであろうとみなされているのがシャドウメイン、まあ、なので今回ちょっとシャドウメインテーマの方にも行こうかなと思ってんですよね。一緒のサーバーでやってる友達もテームしてるんだけど、なかなか両個体が出なくてね、まあ、ちょっと探しに行きますか。というわけでアベレーション洞窟、ゴリラベータに行くポータルのあるところね、まさしくここで我々はボス戦メガピテクスベータに挑むわけです。まあ、今回それとは別でここにやってきたのは餌をね確保するためなんですよね。シャドウメインの餌、まあ、おおよそサイズ的に 1.1 以上の魚を見つければよし。こいつはサイズが 0.6 なのでいらん、まあ、本当はこれ攻撃しない方がいいんだよね、攻撃され返されるから。こいつ 1.2 だね。じゃあこれをまずは捕獲するわけっすよ。はい、捕獲で魚のカゴを近くに置いてトラップ準備中が終わったら捕獲する。これでまあ 1.2 以上のサイズのやつをね捕まえていくと。はい、 OK で、ちなみにこの魚が入ったカゴ、腐敗時間、まあ、40分で腐っちゃうんだけど、これを持った状態で
水の中に入ればこの腐敗期間ねリセットされるんで、今これね洞窟でやってるんだけど、これって PVP 仕様の設定じゃないとできないんですよね、洞窟の建築って。だから PVE のサーバーだとここでの魚の捕獲はできないかもしれない。そういう時はね他のところでやればいいので、他のとこも行きましょうかね。ヤツメウナギの毒でさ、画面が緑なんだよね、それが嫌だわ。で、あとこれさ、まあ、どう頑張ってもやっぱ40分しか持たないから、いくら水に入ったらこの腐敗期間キャンセルされるって言ってもね、もっと後に使いたい、そういう時はもう出しちゃってこのねクライオポットで収納する。あ、待って、メガピラニアいるじゃん。そして今出したうちの魚どこ行った、俺消えたか、いないぞ。もう一回出すか、出すでしょ、こんな感じで出てくるんで、出したやつもクライオポットに収納しておく。まあ、こうした場合シャドウメインにテイムするとき、もう一回ねこのカゴに入れなきゃいけないっていう必要は出てくるけど、まあ、その分ね長く保管しておくことができるので、これも合わせて使っていくといいんじゃないかなって感じですね。でもって今回この辺に来てます。他のオッターとかも結構テームできる真珠のあるとこなんだけど、川、前僕がギガノトに襲われたところなんですけどね、まあ、この辺にも魚まずまずいたと思うんで、それを捕まえるのでもいいと思う、この辺でもね。さっきのアビレーション洞窟は PVP 仕様じゃないと建築とかできないはずなので、この辺とか、あとバナヘイム行ったりとかでもいいと思うし。というわけで、まあ、シャドウメインの餌の準備ができたらね、トラップはこれです。石土台 2×2 で、壁の高さは2枚、この箱、天井のない箱、このね階段もいるかどうか怪しいところだけど、まあ、つけといてもいいかなぐらいな感じで、あとはここにシャドウメインを誘導してくるだけなんですよね。まあ、探さなきゃいけないっていうのが一番の手間なんだけど、まあ、装備品としては盾とネット弾ぐらいがあればいいかなって感じかな、装填しておいてと。この辺いるんだけどいないな、今日は。生息してる場所がね結構広範囲だから探すのが大変なんだよね。いたいた、しかも145いたね。あ、まだ他にもいるな。145と90ちょいぐらいのレベルだった。よし、いい感じに離れてくれた。でこのシャドウメインにね1回はもう叩き落とされるんですよ、これこんな感じ で、あとは乗れば大丈夫、叩き落とされるの1回だけだから。だからあとは盾構えてやり過ごす、ネット弾で捕獲するなどなどを使えばいいんでね。あ、どこ行った、あいつ、あ、いたいたいた、ここだよ、ここだよ。あ、いいねいいねいいね、そう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 、そういう感じそういう感じ。お前足速くていいね。でもこんな感じで、まあ、誘導していくと。あ、落とされたわ。まあ、水の上でね落とされるとちょっとめんどくさいよね。とはいえ金属装備で固めてるからそんなにダメージ入らない。はい、縦構えながらで乗る。オッケーオッケーオッケー、乗れてねえしあ、オッケーオッケーオッケー。はい、まあメディカルブリューぐらい持ってきてもいいかもしれないね。こっちだよ。はい、この瞬間移動でやってくるから、ここにホールインワンさせる。
意外と難しいんだよこれ。あ、普通に入るんだったらそれでもいい。あー、こっち来い、瞬間移動して来い。できて、自分の後ろぐらいに行くから、とりあえずこの辺から、まあこう行ってもいいか、このまま入ってくれてもいい。入ったら読み込み範囲外に出る。今さ、壁ずっと攻撃してるよね。あのずっと壁攻撃してる状態だと餌食ってくんないから、一回読み込みから外す、外した、外すともうおとなしくなっていると。これ一緒にこのサーバーでプレイしてる友達に教えてもらったんだけどね、このやり方。はい、今ね、今のシャドウメインのテーマのスタンダードはこのやり方らしいですよ。なんか聞くこと、聞くところによると、この状態ね。でこれ、ね、しゃがんでる状態でできないから、しゃがんでる状態じゃないとね、あげれないから。はい、あげますと。で、あげるとなんか透明になると。まあそのうちまた出てくるけどね。で、その時に備えてこいつ出すでしょ。で、魚も出しとこう。これ出してこうカゴに入れ直すとね、この作業必要なんで。よし、まだ出てない。これ壁越しだと敵対しないからいいんですよ。一回読み込み外してやると。いや便利っすね。もうこんなやり方になったんですね今ね。あ、出たね、出たね。はいはい、プレゼント。もう今や公式サーバーには大体このトラップが置いてあるらしいですね。まあ確かにこれ簡単安全確実だもんね。いちいちギリースーツ着たりサボテンスープ飲んだりみたいなのが一切必要なくなるから、すごい効率よくなるよね。お、なんだお前、こっち来んな。さあ左上見てください。もう8時になりますよ。なった、寝るか。あ、寝た寝た寝た。はい、これであげれるので、あげたい、あげれたあげれたあげれた。オッケーオッケーオッケー。ちなみにこれ魚のレベルは関係ないはず。右側のこの 1.3 とかね書いてある、あれがね魚のサイズでテームに影響する値みたい。で、今何パーセントなんだろう。 66.6 か。きた、柵へ、おらー、テーム完了。オッケー、スタミナ36ポイント、しょぼい。うーん、しょぼかった、悲しい。今揃ってる子たちのステータスだと、ヘルス35、スタミナ37、ウェイト37、攻撃力目で36。そう、まだまだテームを続けていかないといけないぐらいのステータスだ。まあ、ボス対策としてね、まあ、シャドウメインをテームしたり育てたりもやっていくんですけど、まあ、肝心要の挑戦権としてね、アーティファクト集めないといけないので、そっちまず行ってこよっかな。とりあえず挑戦できる状況にだけしておこう。